月30日木曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価はおとといですね、休日前に比べて510円38銭高い2万飛んで281円57銭でした。3月9日以来およそ2ヶ月ぶりに2万円台に乗せました。トピックスはおとといに比べて 21.58 ポイント高の 1470.73、 こちらは 1.5% の上昇でした。日経平均株価は 2.5% の上昇ですので、日経平均の強さ優位性が目立ちました。日経平均は3月9日以来の2万円乗せとなっています。そして新興市場マザーズ指数がおとといに比べて 17.74 ポイント高 791.94 ということで 2.3% の上昇。ジャスダック平均株価が28円41銭高 0.9% の上昇でした。東京市場は4指数とも上昇で午前中の取引を終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は久々3月9日ですからこのあたりですね以来の2万円回復となっています。いわゆるコロナショックが起きた後に株価は1万7000を割り込むところまで突っ込みましたが、その後は下値を順調に切り上げて、そして直近の戻り高値も、結局2週間かけて抜いてきたということです。今日は窓を開けての上の方向に離れているという状態ですので、もしかしたらこれ上の方に開けた窓を一回埋めにかかるような動きが来週以降出てくるかもしれませんが、今日のところは2万円回復になります。おとといの夜間取引の時点ですでに日経平均先物は2万円に乗せていましたので、そして休日中昨日のアメリカ株高を受けて休暇明けの今日の東京市場も現物市場に買い物が集まりました。日経平均は500円を超す上昇となっています。アメリカギリアドサイエンスが今開発しているコロナ薬ですね、レムデシビルについてかなり有用な結果が出ていると、試験結果が出ているなどというニュースがアメリカ株を押し上げました。またアメリカの FOMC 注目されていましたけども、市場予想通りの内容だったということで安心感が広がり、昨日のアメリカ市場が強い動き、これを受けた東京市場も日経平均2万円乗せでした。そしてこのところ市場の撹乱要因だった原油価格が上昇しています。この時間 WTI の時間外取引の値を申し上げますと、こちらですね、キジカモのいわゆる6月切りが 16.57 ドル、そして7月もの木先物は20ドル回復していまして 20.78 ドル付近での推移となっています。原油相場の落ち着きがアメリカ株を押し上げ、それが東京市場につながっている面もあるようです。その原油関連株です。1662石油資源開発、こちらもじわりと上を目指すような動きとなっています。FRB のパウエル議長によりますと、もしコロナショックが明けてもショック以前の GDP に戻るにはそう簡単ではないだろうという発言もありましたが、とはいえアメリカでは経済活動が一部ではありますが再開しつつあると、このあたり原油需要もそれなりに増えるかもしれないと、原油価格が上昇しています。これを受けて東京市場の原油関連株も強含みとなっています。一方で東京市場でコロナ相場の主役を張っていると言ってもいい4901富士フイルムです。こちらは小動きですね。富士フイルムがもともとインフルエンザ用に作っているアビガンが、コロナ薬として期待されていますけども、片やギリアドのレムデシビルがかなり有用な試験結果が出ているということです。アビガンとギリアドの薬がこのライバル関係になるのかというのはちょっとなかなか言い難いところがありますけれども、富士フイルムは今日はやや上値を抑えられている格好であります。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。